し、おはようございまーす。ももならちゃん、あ、寝る前にシャーチケット送って寝るもん。あ、もう寝る、お疲れ様。何時間やってたの？何時間っていうか、もうずっとやってたよ。だから3時に起きて。昼の3時からずっとやってんの？まあまあね、ずっとエンドレスでやってた。やっば。お疲れ様。モンジョリちゃん、みたいにつらおるわけじゃないから、無料みんなにちょっと。いや、モモラちゃんも頑張りすぎ、休みやんないとね。はい。あと何日あんだっけ？あと、今日で折り返して。あと5日？うん、あと5日。え、早くない？あと5日。意外と早いんだ。もうそんな経ってないよね。今日で5日目だから、あと5日なんで。これ10日間じゃないの？もうなっちゃう。10日間。あと5日ちょっとってことなのよ。あれ、何曜日に始まったっけ、イベント。日曜日。日、月、火、あ、ほんとだ。うん。え？折り返し、あと1週間あるってことじゃない？いや、1週間もない。あ、今週の日曜日までってことか。うん、そう。火、水、木、金、土、日。あー、じゃあ、うん、そうだね。そうそうそう。おもらちゃん、今日は。あ？今日はどうした？いや、子供作る話どうなったのかなと思って。子供作るらしいね。うん。化け物ができるよ。ね。でも、ももなちゃんが作りたいって言ったんだよね、昨日ね。ああ、そうだった。でも、もんじょりちゃんと私の子供作ると化け物ができるから。ね、でも、ももなちゃんとセックスはできないんだよな。セックスできないんだ。だから、なんか、スポイトかなんかで入れるしかないね、私の女。スポイトってもう。え、今何位になったのかな？私、まだ見てないんだけど。私もチケットだいぶやったよ。2時半までもクイズやってたからずっと。何ポイントぐらいいった？全部で。今日だけで。私？うん。私今日めっちゃ増やしたよ。何ポイントぐらい？だいたい。私が今日増やしたポイント数？うん。3万ポイント増やした今日私。ただ、貯めとったやつがあるから。で、もうずっと今日何時間やったっけな。あ、まだ消化しきれてないってこと？いや、もうだいぶ消化して、だから貯めてるところ。すげえな、3万ポイント増やしたのか。ずっとだからやってたクイズ。あら、お疲れ様ですね、さん。うん。あとは、ふじみちゃんがね。あ、今、ふじみちゃんはすごいあるんよ、チケット。ふじみちゃんはまだ消化してないもんね、多分ね。使ってない。なんかそっからダーンって上がるだろうね、うちらのチーム。一気に上がる。うん、上がるよね。うん。ふじみ先生待ちだ。うん、そうそうそう。ふじみちゃんはチケットやってないから。そっか。じゃあ、まあ、みんないいペースって感じかな、とりあえずは、今んとこ。とりあえず、そうそうそう。みんないいペース。うん、わかりました。頑張ってね、モンジャリちゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆっくり寝てね。うん、ありがとう。モンジャリちゃん、リスナーさんもね、ありがとうね。はーい。足やチケットだけ送って寝るね。うん、はい、ありがとう。はい、おやすみなさい。ほう。さすがですね、先輩ね。いや、3万ポイントってみんなすごいよ。私が1日集めて消化しても2万ポイントしかいかないんだよ。こんなに無料いっぱいもらってる、それを1万ポイント上回ってることよ。で、やっぱ桃奈良ちゃんの課金税はすごいね。それに勝るぐらいの課金をしてるかな。やっぱ桃奈良ちゃんリスナーって愛されてるわな、桃奈良ちゃんは。うちはほら、無料ポイントが多いかな。ポイントも多くなるけど、有料はそうでもないんですよ。少ない方なんだよね。うん。だからみんな無料を投げてって。
無料で、いけるんでね。マジカルハットっていうのをさ、毎日投げてくれれば、うん。いや、私やってるよね、みんなね。メンバーシップでやってんのよ、今。メンシップでクイズ大会やってんの。1時間ぐらいやってるね、毎日ね。それどう、ってもうアップで見せたくないんだけどね、つってアップで見せるときあんだよね、私もさ。こんだけアップでいいのってさ。ね、これをこうやってアップにすりゃいいのってこうやってね、こういう技があるんだよ、こうやってね。こんぐらいって言ってさ、ね、やりたくないんだけど、みたいなさ。こんぐらいアップでいいのもっともっとなのって。もっと欲張りね、みたいなさ。こんなね、こんだけアップみたいなさ。こうやってね。で、そっから多分ね、歯が黄色いとかね、言われんね。顔がでかいとか、歯が黄色いとかね。そう、流れ、一連の流れ。ま、だからコメント欄は、太るとろれつが回んないの、回ってるっしょ、今日。もうそういうのいいからろれつが回んないとかさ。私の脳みそにね、舌がついていけないの、実は。わかる？私って脳みそで頭いっぱい考えてんだけど、舌がついていかないの。脳みそがフル回転してて。だから頭の中めっちゃいろんなこと考えてんの、今ね。うん、今日のお昼ご飯何にしようかなとかさ。あ、とんかつ食べてないかとんかつがいいかなとかさ。ね、今日段ボール出さなきゃいけないな、そういえばって。ここに置いてあったなとかさ。あ、そういえば香水つけてないなって。香水はそっちに入ってた。でも探すのめんどくさいなとかさ。今ちょっとトイレしたいけど、ちょっとだけ我慢しようかなとかさ。ね、今8時11分だなとかさ。ずっとそういうの考えてる。うん。ストレスになりませんか？なるに決まってんだろ！毎日毎日な。こんなこと言われてみんや。ストレスね。なるに決まってんじゃねえかや。当たり前だろ？毎日毎日ガチャ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 朝から言われてさ。言われてみんよ。カラスの方がまだ静かよ。え？そうだろ？うん。テンション高くない？そんな変わんないけど。うん。サービス。サービスよ。でも普段ね、普段やんないからね、こういうのね。とかやんないからね、普段。配信中だからやるんだって、そこで歩いててね、何度かだろうとかやんないからね。マジ。唾吐いたりとかさ、やんないから普段は。そうのさ、うんこ漏らしたりとかね。サービス、サービス。うん。配信のスイッチを切ってみて、切れるよ、一瞬で。だこれは女優と一緒なんで、演じてんのね、藤沢なの。で、藤沢正嗣に今戻るとするよ。やってらんない。まあ、これも演技入ってるけどね。これも演技をやめた演技だけど。だ顔とスタイルさえ良けば私ね、多分女優になってたと思うんだよな。みんな一度ぐらいはさ、女優になりたいとか憧れなかったん？ねえ。ねえ、ああいう女優さん、綺麗な女優さんになりたいなとかさ。みんな憧れであったでしょ？うん。いや、私も一度は考えたことあるね。ああいうテレビとかドラマのね、女優さんになりたいとかね。あと、アダルトの方、セクシー女優にもなりたかったことあるのよ。無理じゃん、セクシーじゃないかな。ねえ、世の中のね、男性のお手伝いしたいな、みたいな、その。うん。セクシー女優に憧れたけどさ。それで、ビデオ出たんだけど、現場がストップしちゃったんだよ。そういうのがもうトラウマ？そういうのがすっごいトラウマで。もうやりたくないよって感じ。実は、その話何回もしてるよね。
何回も。で、桃奈々ちゃんがさ、なんか送ってくんで、これ、モンジョリちゃんじゃないとか言ってさ、そう、ゲイのビデオのね、画像とかを調べてさ、私のを探してんで、桃奈々ちゃんは。悪い子でしょ、あの子。ほんと。アンチではないと思うけどな。よし。思いやりなんか持てません、宝くじ売り場で。散々金を使われてんだから。何百万で使ってんだからさ。こっちに思いやりを持ってよって感じ。額が違うんだ、額が。そうだろ。ひねくれもんじゃなくて何百万ってね、一回ぐらいじゃ当ててよって1億円を。当たんねえんだもん。1億円当ててよ、私の1億円を。そうじゃん。1億円が欲しいっすよ。よし、行こう。準備 OK。9時17分 OK。チャリンコで行くか。2ヶ月ぶりかな？